皆さん、文座崎です。今回はじゃじゃん、韓国のダイソーに来ました。ダイソージャパン、韓国にもあるらしくて、見ての通り大盛況なんですよ。なので韓国のダイソーやっぱ気になるじゃないですか。今回はね、なので日本と違うものもちろん売ってるので、今回購入して紹介していきたいと思います。それではどうぞ。ハロウィングッズめちゃめちゃある。これダイソーって変わんないね。ダイソーもハロウィングッズやばいもん。でも100円じゃないね。ダイソーという名もさ、ダイソーという名前だけ使ってるのかな。100均ではないのかな、韓国では。でもそんなことない。あ、とりあえず買いますか。はい。あ、でもこういう感じのなんか大工大工え、なんかこれ店内だけ見たらさ、ここに日本なんだけど。確かに日本っぽい、全部。気になるのどんどん買っていきたいと思います。はい、ということで買ってきました。ということで紹介していきたいと思います。これ全部で8万ウォンぐらいでしたね。日本円で8000円ぐらいですね。いきます。まずこちら、あ、これゆうちゃんへのお土産、人形ですね。500円すんだけど、5000円もすんだけど、100均なのに。まあ、ゆうちゃんこういう人形系大好きなんで買ってあげました。ヨーロッパ系の顔をしてるけど、韓国風の顔じゃないんだねと思ったけど、可愛いので買っちゃいました。次、これはなんか分かんないの、韓国語で何にも分かんないんだけど、でもなんかパックコーナーに並べてあったので、まあ、パックなんかな。お腹のパック、お腹のパック、最近へそ出ししてるからいいじゃん。あ、そういうことね、うん、確かに透明感出るのかな、お腹に、うん、うん、やってみますね。次、じゃん、あ、こちらカーラーですね。そう、なんか大きめのカーラーが欲しくて、なんか巻きすぎちゃうんです。あのちっちゃいのだとくるくるみたいななっちゃう、昭和みたいになっちゃうので、なんかデカめのやつ欲しかったんですけど、やっぱね、韓国ってさ、こういうイメージあるじゃん。これめっちゃあった。これ汁 45mm なんだけど、これ 50mm とか、いろんな種類バーってあって、これだけのもの15種類ぐらいバーってあったので、いろんなサイズのやつが、韓国だなと思いました。次、これはホットカーラー。カーラーはこっち普通のカーラーなんですけど、こっちは温められるんですよ。だから多分普通のカーラーよりも持ちいいし、多分負けちゃったりするんじゃない。人形と同じ値段やん。ドア5000ウォン、うん、そう。しかもなんかちょっと耳みたいな、猫耳みたいなついてて、ちょっと可愛いのでね。すごい、しかもクリップもちゃんとついてる。なのでこれちょっと外出先とかに作る、ここいいなと思ったんで買いました。次、じゃじゃん、これ結構これママが知ってたっぽくて、このワセリンのパック、てかパックが100均塗ってるのすごくない、こんなちゃんとしたパックが。ワセリンってあれだよね、保湿結構できるから唇の。これパックにも期待できますね。試してみようね、うん、ちょっとホテル乾燥するんで結構肌荒れがやばいんですよ最近ちょっと。あ、ちょ、まだ帰国前のこれホテルで撮ってるんですよ。なのでね、ちょっとこの後つけたいと思います。次、これすごくないマジで。これ UV のライトで固まるやつなんだけど、こんなさ、ちゃんとしたの100均に売ってるんだと思って。でもこれ、そう、5000ウォンで、まあ、500円ぐらいなんですけど、日本で買うと多分2000円ぐらいするんですよ。だからこれ500円で買えるのめっちゃお得だなと思って。しかもデザインもめちゃめちゃ可愛いし、めっちゃ種類あったので、やっぱね、美容グッズがすごかった。100均やっぱり。あ、見て、これベビースターラーメン、ちょっと嬉しくて。日本だよね、ベビースターラーメンって。日本発祥のやつが韓国に売ってたんで、ちょっと嬉しくて買っちゃいました。ハングルで可愛いね。可愛い、しかもこれ2000円する。いや、めっちゃ可愛くない？嬉しい。やっぱ日本のものが売ってると、結構日本のもの売ってるんだよね。なんか多い音とかも売ってたし、しかもちゃんと日本語で売ってた。結構嬉しいです。これマスク、こんなちゃんとしたマスク売ってんだよ、ダイソーに。でも300円ですね。でもすごくない？この種類、これないじゃん日本のダイソーに。これ売ってるのめっちゃいいなと思って買っちゃいました。これさ、ダイヤモンドのやつさ、ちょっと韓国発祥っぽいじゃないですか。こういうの売ってるのめちゃめちゃ韓国っぽいなと思って。え、ちゃんとしてる結構。え、めっちゃ頑丈なんだけど。全然透けてない。硬い。なんか日本のさ、ダイソーのやつって結構なんか薄めじゃん、雨に濡れたらもう口全部見えるみたいなだけどこれはちゃんと硬い。すごい、さすが、さすがだね。
韓国でマスク買おうと思って日本からマスク持ってこなかったんだよね。そう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 だからよかった。そう、日本のマスクちょっと恥ずかしいから韓国でつけるの、こんなつけていなかったしね、日本のマスクつけると。だからよかった、これ買えて明日からこれつけます。次、あ、これゆうちゃんに買いました。なんか塗り絵、これペンもついてるらしくて塗り絵ですね。結構キャラクターものもね、結構すごい多かった、かわいい。次、これはゆうちゃんのお土産ですね。これはなんか粘土のスライムみたいなやつでお弁当が作れるらしいんですよ。ゆうちゃんこういうの大好きなのでね、買ってあげました。ちょっとゆうちゃんちょっとお留守番なんですよ今回は。なのでちょっとゆうちゃんのお土産結構たくさん買いましたね。次、これかわいくない？こんなの日本の百均で売ってなくね？このクリップ、ヘアクリップなんですけど、あ、ヘアクリップといえば韓国じゃないですか。このでっかい、このお団子、お団子できるやつ、めっちゃ可愛いなと思って、これ200円だよ、安くね。こういうの私ね、楽で好きなんですよ。そう、なので買っちゃいました。これもあります。これ可愛い、めっちゃ。これもクリップなんだけど、この花になってチューリップになってて超可愛いの。やっぱね、デザインがすごい。結構日本のクリップってさ、シンプルなのばっかなんだけど、本当にただのクリップみたいな。やっぱ韓国はちょっと可愛い、子供っぽくて、いい意味でね、デザインが可愛い。次、あ、これ靴下ですね。靴下いっぱい買った今回持ってきてなくて、靴下あっちで買おうと思って、こっちで買おうと思って、ちょっと百均に売ってたんで買いました。これ可愛くない？あれ、それ見たことある、なんだっけ、ね、え、なんか、なんだっけ、ラインのスタンプになるよね。あるよね、あるある、うん、そう、これ超韓国っぽいじゃん。これ買いまして、あとこの桜もこれ2枚に買った、可愛くない？靴下ママも持ってきてないからね、よくない？借りました。で、あ、これゆうちゃんのです。マイメロちゃんとシナモン、可愛いでしょ。これゆうちゃんに履かせます。そしてこれ、これもゆうちゃんのなんですけど、キロキロキロピとポンポンプリン、これもゆうちゃん喜ぶと思いますよ、サンリオ大好きなのでね。次、これはスポンジですね、化粧の。これなんかよくさ、めっちゃ韓国グッズで見るんだけど、キャラクターの名前何なんだろうね。ね、韓国、新大久保とかで超見る、これ。かわいいよね。かわいい。だからこれも韓国っぽいなと思って買いました。うん、カカオとかってカカオトーク？ああ、カカオトークのキャラクターなのかな。超かわいいなと思って。かわいい、使おう。うん。次、じゃん。あ、これはゆうちゃんのですね。なこれは粘土、粘土でこのサメが作れるらしい。おー、こういうの大好きなの。あ、これ、これはなんか美顔器、小顔ローラーみたいなやつなんですけど、ちょっと韓国の美顔器めっちゃ良そうなと思って買いました。ちょっと韓国で食べ過ぎちゃって顔がちょっと丸いのでね、ちょっと今日の夜やって明日盛れるようにしたいと思います。次、こちらはリンスとシャンプー。これさ、ドンキ売ってるよね。嘘、うん、売ってる、うん、ドンキで売ってるの。これ200円だよ。なんか香水シャンプーみたいなさ、あの韓国でさ、これいいね。しかも200円だよ、日本円で。めっちゃ安くない？シャンプーとリンス、こんなの売ってるっけ、百均に、ダイソー。売ってない。シャンプーとリンスとか売ってなくない？売ってるけど見たことないやつ、ね、これいいね、ちゃんと売ってるやつなんだ、日本でも、うんうん、これすごい、超嬉しい。あ、辛ラーメン、私は食べれないんですけど、なんかやっぱりあの韓国版だよね。なんかサッカー選手なの、うん、こんなの人見たことないもん、うん、でも結構韓国歩いてると辛ラーメンの広告ばっかなんですよ。やっぱり辛ラーメンさすがに買っとかなきゃなと思って、うん、食べれないんですけど買っときました、一応。しかもでかい、うん、じゃじゃーん。こちらは海苔なんですけど、まあ、これ結構みんなで使えるかなと思って、海苔結構使うじゃん、うん、こちらね、置いとこうと思って。可愛いでしょ、キッズ。これも韓国で、新大久保でよく見る。あ、見るね、ドリンクみたいなのあるよね、これ。ある、このペンギンの、こういうのあるね、うん、確かに。やっぱり新大久保のやつって各国のキャラクターが発祥なのね。じゃじゃん、こちらスルメイカ、ハルト君のおつまみ。そう、ハルト君のおつまみですね。可愛いんだけど、ね、なんかちょっと子供っぽくて可愛くない、韓国のキャラクターって。ゆるい、ゆるくて可愛い、うん。200円、なんでこれ200円すんだよ次、こちら絆創膏、また可愛いね。可愛いでしょ、うん、ゆうちゃん絆創膏大好きなので、絆創膏もいろんな種類ありましたね、キャラクターものだけど、私これ好きなんで買いました、韓国っぽくて、うんうん。次、また
じゃあゆーちゃんのですね、これはもうゆーちゃん大好きな着せ替えシール、もうこの大好きなのでね買っちゃいました。もうすごくない？絵がかわいい、かわいい、アニメのキャラみたいじゃない？ねえ、やっぱ服装が韓国って感じする。確かにおしゃれねえ、パン丈とか、うん、結構ピチピチなやつとか、結構これも韓国のお土産にいいかも、うん、かわいい、絶対喜ぶ子供が、うん、次これはキティちゃんのパチモンみたいなそう、これのねちょっとキティちゃんバージョンみたいなのやつがあったので、キティちゃんバージョン、キティちゃんに似てるやつあったんです。買っちゃいました。これもゆうちゃんのお土産かな、うん、でも結構お菓子とか多かったね、うん、次これもゆうちゃんのお土産ですね。これフォーキーなんですけど、ゆうちゃんちょっとフォーキー好きなんで、トイストーリー好きなんで買いました。これ可愛くない？結構あったよね種類、フォーキーじゃなくて。あった、うん、ぬいぐるみ多かった。なんかダイソーってさ、日本のダイソーさ、オリジナルのさぬいぐるみばっかじゃない？クマのぬいぐるみとか。あー確かに。だけどキャラクターもないかも。キャラクターも多い、マジでダイソー、うん、え、なんか中身立ててね、このちょっと待って、お道あんまりんだけど、うん、顔もなんかちょっと挑発してる感じするもん。続いて、あ、これ私これ水で濡らすタイプのアイプチなんですけど、これね Amazon でいつも買ってるのね、多分外国から取り入れて。日本で売ってるとこ見たことないんだけど、ダイソーに売ってたの、水で濡らすやつあるんだよね、セリアとか。日本も？そうあるんだけど見たことないよね。あるんだけど違うの、太いの。 あ、そうそうそう、うん、もう激太なのね日本のやつね。そう、うん、もう絶対はみ出るっていうか見えんのね、うんうん、だからずっと探してたの。だからもうちょうどいいのが Amazon にしかなかったんだけど、うん、こんなちょ細いね、実用性のあるやつがあって、うん、これ買わなきゃと思って買いました、うん、しかも最近切れてたので嬉しいね。次じゃん、あ、これはコンパクトミラーですね。え、なんか紙入ってるよ。え、これ何、何買ってくれたの？え、あんたこれ買った？これよかったじゃん。お、すごい、私結構油出るんで。え、しかも鏡ついてるんだ。そうだよ、鏡ついてる。良いね、良いね。ねえ、しかもこうやってコンパクトにできるからね、うん、超いいの。いや結構韓国来て失敗したのがね、鏡持ってくるの忘れてさ、携帯でこうやって確認するしかなかったの。だけどちょっと鏡欲しかったんで買いました。いいね、美容いいね。ラスト、じゃじゃん、こちらパフですね。かわいい、これすごくない？なんかちゃんとケースもついてて。そうで、今日ね、うん、韓国でめちゃめちゃ韓国コスメ買ったんですよ。なのでパスパフ必要かなと思って買いました。100円なんだ、すごいね。ね、しかもちゃんと入れ物もついてるからちょっとなんか安全ですね。やっぱりでもなんかこうやってさ見るとさ、日本のダイソーと違くない？違う、全然違う、違うね、全然。なんか一見あのカタカナで日本のね、うん、ものもあったんだけど、うんうんうん、やっぱりこのラインナップ見ると、なんかカラフルじゃない？子供っぽいっていうか、ね、かわいい。やっぱりしかもなんかめちゃめちゃあったよね、キッチン用品とかもさ。あった、超種類あった。でもやっぱりダイソー、日本のダイソーと違かったね、全然商品が。日本のダイソーもすごいけど、うん、韓国のダイソーも、韓国のダイソー100均って感じしない、本当になんか雑貨屋さんって感じする、ね、キャラクターもの多かったし、まあ、値段もちょっと高いのもあるしね。あ、そう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 、うん、でもなんか日本語の商品を韓国人の人たちが買ってるのをちょっとなんかめっちゃ親近感湧いたし嬉しかった。メイドインジャパンをね。そう、ダイソーめちゃめちゃ混んでたし、ダイソーやばい、めっちゃ混んでたよ、うん、嬉しいですね、日本がここまで浸透してるのが。じゃあこれは日本にそうですね、こちらすごい荷物になりますけど、はい、まあ、ほとんどゆうちゃんのお土産なんですけど、ね、そう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 、まあ、ゆうちゃんお留守番してくれてるんで。でもゆーちゃんゆーちゃんってすっごい楽しんでるからね。そうそうそう、めっちゃ自慢してくるよ、ディズニーでバーベキューしてみたいな、うん、超楽しんでるからね。ということでね、こんな感じで韓国版のダイソー行ってきました。すごかったね、やっぱりあの日本にもあるお店だったからすごい親近感湧いてたくさん買っちゃいました。なのでね、ぜひ皆さん韓国行った時はここリーズナブルの値段でいろいろ買えるので、お土産にもいいかもね、普通に。なんかそんな高いのはあるじゃん値段分かんなかったりするじゃん、うん、お店入ってさ、ね、これいくらだろうっつってさ、しかも絶対高いわけじゃないじゃん、うん、値段は書いてあるから。そうそうそうちゃんと書いてあるしね、100均だけど100円じゃないとしてもそんなバカ高いってことないので、結構安心して買えるんじゃないかなと思いますね、うん、
しかもダイソーだしちょっと安心じゃない？そうそう、詰め合わせで買ってもいいよね。ね、うん、結構喜ぶと思いますよ、うん、お土産で買っても、うん、なので皆さんもぜひチェックしてみてください、うん、ということでこんな感じで終わりだと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。